ないな。1時間半ぐらいか。1時間半ぐらいで、まあ、どれぐらい順位が上がるかちょっと気にはなったんですよね。まあ、今日全くやってないですよ。でもちょっとあえてちょっと順位を低くして、あまりプレイせずに順位を低くして、まあ、今2万、まあ、5000と仮定しようか。2万ちょいでしょ。2万ちょいだから、でも多分1がっつりやったら1万俺切るんじゃないかって思ってはいるんだけど、ワンチャン、いや5000はさすがに無理かな。いやでもそのぐらいいけそうな気がする。やり方ですよね。これはまあゲームだけじゃないかもしれないですけど、例えばじゃあ目標があると、この目標を達成するにはどうすればいいんだろうかって考えるんですよね。で僕はガルパの場合だと、例えばまあ音ゲーほとんどやったことがなかったから自分は、でどこまでこうまず音ゲーになれるところから始めようと思って、僕はまずノーマルからやって、でノーマルがフルコンできたら、あじゃあハードやろうって言って、でハードがハードもちょっとフルコンできない楽曲があるから、じゃあハードでフルコンできるのどれだろうって言って、ハードのフルコンをちょっとずつちょっとずつ増やしていくんですよ。で、あ、ハードのフルコン増えたなと思ったら、だったら次はエキスパートやろうって言って、エキスパートでも、まあフルコンはまず無理だろうから、じゃあどうするかって言った時に、エキスパートでクリアできる楽曲を探そうって言って、あ、この楽曲はクリアできるなって言って、いろいろとこの楽曲はクリアできる、あ、これもできるってやったら、今度は、もしかしたらこの最初にクリアした楽曲、この辺とかフルコン取れるんじゃないかって言って、僕は段階を踏んでいきました。あとはまあ、自分は指を変えてみたりとか、まあ、端末変えたのが一番大きかったですけど、最初親指でやってたんだけど、親指やりづらいよなーと思って、ちょっと人差し指でやってみようと思って、人差し指でやって、おー人差し指の方がいいやってなって、ただ人差し指でやっても画面がちっちゃいよな、隣になんか隣のレーンとかを巻き込んじゃうんだよなーと思って、これどうすればいいんだろうと思って、妹とこう相談しというか、妹がちょうどガルパをタブレットでやってたから、あ、じゃあちょっとタブレットでやらせてって言って、でタブレットやったらすごいやりやすかったから、あ、自分もタブレットでやろうみたいな。これミスってないかもしれない。 AP じゃない？ふぅーわー、許さんぞグランサガ。おい、お、またグランサガだろ。もう暗装だなあれ。おぉ誰だお前、グランサガ、おい許さねえぞ。ちょっと後で公式漫画書いてる京さんにクレーム入れとくわ。もうちょっとできそうだね。雪も降ってきたし、ただもう6回できるか。6回じゃないよ、あと危ないね。おい嘘だろ運営、まだあと1分あんぞ。かすみ、運営、今度うちの弟たちと雪合戦するんだって。バカ言うなよ。おい、あと1分あるじゃねえかよ、頼むよ。奇跡ってそんな大事なんですか？めっちゃ大事。あの、ほんとあったら、何が大事かって言ったら、あったら自慢ができますね。はい、俺奇跡のクリスタルめっちゃ持ってるよ、わらわらって言って自慢ができますね。それが大事ですね。特にあのマウントを取りたい人多分多いと思うんですよ。あの、ほんと僕もよくマウント取られてましたんで、正直あっても困るんですけどね。あー動くなーあー、いやもう分かったわ。いやもうこのこれで分かったから、いや動くわ。11目があるから分かったよ。もうあー、いやもう見なくていいわ、動くわ、ありがとう。おおちょ、みんな何か予想しようよ。予想、ニアピン賞なし、ぴったり賞なし。2時間ゴリゴリやって5300なら、まあ上出来というか、だいぶ5000以内のハードルは低そうだね。動いたー、雪降ってる、雪が。あ、
ホワイトクリスマスか。この音楽好きだな。